じゃあ頑張ったらどうだろう。次は俺の番さ。 作りな男っす。うわあ、兵器の格納庫かよ。いけるか。任せろ。任せるっす。さっき見つけたっす。 ドカーンと行くっすよ。
回路。出番だ。約束しただろう。次は二人だけで勝負をしようと。君が点火したんだ。私のエンジンは今駆け出す興奮に激しく震えている。下がってくれ。分かった。私のスピードは どこであろうと変わらない。さあ、正々堂々と勝負だ、マイフレンド。
満足か。楽しい時間はあっという間だね。まだまだ目指せる高みがありそうだ。全力でかかれ！
私たちは必ずまた会う。その時まで生きていてくれよ、マイフレンド。武器を下ろせ、敵じゃない。運波が何をしている。そっちこそ来い。ウェッジは心配ない。今はあんたが見つかる方が厄介だ。なんだあれは。先客、あれも一応アバランチだ。主級派というか本流というか、まあ今の俺たちにとっては目の上の炭鉱、ケツの出来物。失礼。ここで何をしているんだ。さあね、俺たちを危険分子扱いして追放したくせに、自分たちだって結構な装備だったよな。噂じゃあろうことがウータイと手を組んでミッドガル中のマテリアを持ち去るつもりなんだとか。何の意味があるんだそれ。そう、戦争が終わったと思ってるのはこっち側だけなのかもな。よし、作戦終了だ。ひとまず空き地まで戻るぞ。ああ、随分と賑やかなことで。シンラの増援もいるな。ああ、胃が痛え。ウェッジを待たなくていいのか。待ったり探したりしたらあいつ怒るぞ。わからないな。ソルジャーにはわかんないか。でもあんたが気にしてたことは伝えておく。それに関しては喜ぶ。シンラの援護で近隣住民も騒ぎ始めている。 A 班はこの場で施設からの逃亡者を監視、 B 班は速やかに通行規制の上事態の収拾に当たれ。お疲れ。こっちこっち。混乱どころか神羅の恥だ。よし、先の警報に爆弾を配置して。ここで通せ。ちょっと派手にやりすぎじゃない。まあおかげでこっちも無事。あれ、ウェッジは。ウェッジ、あ、出ない。俺たちが行く。ウェッジ、大丈夫か。面目ないっす。撃たれたのか。多分流れ弾っす。お尻痛い。どれ。ちょっと何してるの。うわ、ぶよぶよ。屈辱っす。当たってないよこれ。弾が至近距離を通ってパンツが焼けたんだね。だからこれ、やけど。しかも軽い。うん、腹ペコっす。あ、いい顔。行くぞ。
帰るんだろ。もちろん。にしても本家の作戦に鉢合わせるなんて偶然なのか。ああ本家が動き出したとすれば面倒だ。自宅待機命令が出ています。速やかにご自宅へお戻りください。さっき襲撃って聞こえたけど。おい、またテロじゃないだろうな。襲撃の件は誤報です。問題ありませんので自宅で待機をお願いします。夜中に何なの？子供が起きちゃったじゃない。申し訳ございません。事態の収拾に向け全力で取り組んでおりますので。ったく明日も朝早いってのによ。おい、こんなところに車を止めるなよ。出かけなきゃならないってのに。緊急事態だ。自宅待機命令も出ている。ここまで来れば安心。どこに向かってるの？ついてからね。危ないですね。無事に火薬も手に入ったし、これで次の作戦もバッチリ。そう願うね。あんたの父親も早く良くなると。おい、その話は。あ？クラウドさんもピザ食べたかったって。ね。何？なんか怪しくない？ないない。それはピザは食べたいよな。あ、ああ。ふん、じゃあ今度は私が腕を振るっちゃおうかな。楽しみっす。楽しみ楽しみ。